フーゴラウレンツ・アウグスト・ホーフマン・フォン・ホーフマン・スタールは、オーストリアの詩人、作家、劇作家。ホーフマン・スタールとも表記される。ウィーン世紀末文化を代表する青年ウィーンの一員であり、印象主義的な新ロマン主義の代表的作家。ホーフマン・スタール家は、チェコ出身のユダヤ系の商人、イザーク・レイフ・ホーフマンが、貴族の称号を受け、地名風の姓を名乗るようになったことに始まる。 家系なので、ホーフマンシュタールは誤り1874年、ウィーンの富裕な商家の家系に生まれる。父は銀行役員で、彼はその一人息子であった。もともとユダヤ系の家系であったが、祖父はイタリア人の女性と、父はドイツの農家の女性と結婚しており、フーゴ自身にはユダヤ、イタリア、ドイツの地が流れている。祖父が、 ミラノの伯爵の娘と結婚する前にカトリックに改修していた。彼は小学校には一度も通わず、幼年期から家庭教師がついてギリシアラテン文学をはじめ、中世、ルネサンス文学に至るヨーロッパの古典文学を学んだ。ギムナジウム時代から試作をはじめ、早くも16歳の頃より、ロリス、ティーフル・モリンなどの筆名を用いて、 疑曲や随筆を発表し分断を驚かせた。この時のホーフマンスタールの死について、ヘルマンバールは、死の作者はてっきり、フランス人か、さもなければ長い間ばリで暮らした40代か50代のウィン人だと思っていたので、まだ16歳である彼に会った時、衝撃を受けてほとんど言葉を失ったという。また、アルトルシュニッツラーも、同じ頃彼に出会い、生涯初めて間違いなく、 天才だと言える人に遭遇したとしてファンツバイクに語っている。なお、シュニッツラーはホーフマンスタールよりも12歳も年上であった。ホーフマンスタールは、シュニッツラーの儀曲、アナトールの紹介のため、次のような短い歌も書いている。つまるところ私たちが演じていることは、お芝居心の断片のお芝居草塾で繊細で、悲しい魂の喜劇このフレーズは、 当時から何度も繰り返し引用されてきた。ホーフマンスタール1893年1891年、芸術史上主義を掲げる5歳年上のシュテファン・ゲオルゲと知り合って、その多大な影響を受け、ゲオルゲの主催する芸術像誌の寄稿者となった。パリのステファン・マラルメの詩のサークル出身であったゲオルゲは、彼の同級生たちを喜ばせるために、 使いを彼のギムナジウムの教室に派遣して、彼に赤いバラの花束を送った。1892年、彼はウィーン大学に入学し、当初は法律を学んだが、後にロマン主書語、特にその司法の研究に転じた。彼はドイツ語の他フランス語、イタリア語、英語を話した。彼は天賀な形式を持つ象徴主義的で、有美主義的な詩の作者でもあれば、 精妙な随筆を書くエッセイストでもあり、美しい陰文劇の書き手でもあった。ことに、知人都市などの世紀末的な雰囲気を称えた陰文劇で名声を獲得した。また、史論をなし、古典古代の悲劇や、中世の伝説を奉案して現代性を付与するなど、その活躍は多方面にわたった。青年期の彼は、シュニッツラーやゲオルゲ、リヒルトベーア・ホフマンといった人々とカフェ、 グリーン主体ドルに集い、定期的に会合を持った。27歳の時に、世紀転換点における芸術家の精神的な危機を架空の手紙の形で、記したチャンドス教の手紙を発表。これは近代批評の先駆的作品となった。この頃彼は、銀行の頭取の娘ゲルトルート・シュレジンガーと結婚し、ウィーン南方のローダウンで暮らし始めた。 チャンドス教の手紙は彼自身の天気ともなり、これ以降、祝祭としての演劇を唱え、ソフォクレスやエウリピデスなどの古典劇に洗練された美意識に基づく近代的解釈を加え、優れた本案、改作の数々を発表していった。代表作にギリシア古典の本案劇、エレクトラやオイディプスとスフィンクス、中世宗教劇のイエダーマンがある。ホーフマンスタールはまた、 1920年に初めて開催されたザルツブルク音楽祭を発案したことでも知られる。この時、イエーダーマンがザルツブルク大聖堂正面前を舞台にして上演された。彼はまた、リヒャルト・シュトラウスと協力して、バラの騎士、気難しい男などのオペラ創作も手がけた。彼は、社会や政治に対しては終始一定の距離を取る姿勢を貫いており、 当時のウィーンにおいて繰り返し現れる、反ユダヤ主義的言説や自らの出自である、ユダヤ性については、それが、まるで存在しないかのように行動した。そしてまた、生涯を通じて、熱烈な愛国者でもあった。1912年、ホーフマンスタールは一度は称賛していた、イタリアの詩人ガブリエーレ・ダンヌンツィオが、オーストリア・ハンガリー帝国と、 皇帝フランツヨーゼフ一世を攻撃したことで彼と絶好している。第一次世界大戦後、1918年のオーストリア・ハンガリー帝国崩壊に大きな精神的ショックを受け、晩年は過去の文化や伝統に結びついた文化評論や書物の編集に励んだ。1929年、卒中により死去。息子フランツが拳銃自殺をしたわずか2日後、 長男の葬式の日に愛用の肘掛け椅子に座ったまま亡くなったという、ウィーンにある成果、ありがとうございます。